アルコール面アレルギーないですか、まあ、手袋をして、あ、丸がいいのかな。私もこの血管の上周りを拭きます。もう多めにね。そしてこう見て確認をします。針先先ね、あんまり触れないね。触れないでしょ。拭いている。でチクッとしますね。私はもう下に敷きます。引いてごめんなさい。で下だわ、ごめん。刺すときはね、なるべく針を皮膚を切らなきゃいけないのでぐさって刺します、はい、そして入ったと思ったらこう引く。でもう必ずこっちの持ってる方では固定します。針が動かないように絶対もうちょっとでも動きます、固定してないと。でいい OK、 たら終わりました。一回外します。でこう持って力も抜いていいですよって言って抜きます。で押さえる。で押さえないと内出血します、はい、結構押さえ方が足りなくて内出血してる人が多いのでなるべく押さえとってくださいね、うん、周りにいますけど、うん、あ、そこで外れる、うん、よくよく外れるんですねそやね。私の手で静脈の感触をギュってやって意外と痛くない。一、うん、回もしね、はい、抜いた時にここは血液もしかしたら溜まってるかもしれないけど、はい、針だけをグーを握りました、まね、私の血管そうです。これ幼なの、ね、はい、あの、はい、こう縦にどのぐらいの大きさがあるかをある程度グッて下に押さえて、下に押さえれば痛くないので自分がこのぐらいの弾力がある、わかるかねっていうのを見つけて、ここがねしっかりここに刺そうって思えないと意外と失敗する。こっちもそう、外から見るこの辺からこのぐらいの大きさなんだっていうところと、でその中で刺すときには平面平たいところ、ね、来たね、はい、患者さんそしたらそこで固定します。逆血が来たら、はい、で引きます。針が刺しにくいので、CCって見える、お刺しやすいところ、はい、フロストはこの辺ですね、はい、まず平たいと、はい、吸いました。血体取れてます。取れましたよとか言うと患者さんは安心するかな、はい、こことかこことかここで刺してる人がいるけど、はい、そしてこの辺だけだと、ね、神経がそばに走ってる。はい、よいしょ。小畑さん、こっちで行きたい。私にさせてみない、はい、はい、そうだね、そうだね。それ逆手も守らないかもしれないね。さっきはね、ピューって入ってきたけどね。オッケー、入った、はい、入った。固定する。入ったぞ。さあ、あれを固定しなければいかない。そのままこっちで固定できそう。できない。右手で左で固定しな。押した方がいい。支えて。そうそうそう。右はね、そう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 。必ず患者さんの手を置いてね。はい、で引いてください。結構重たいと。頑張れ。数字が見える。頑張れ。ちょっと車でよいしょ。片手だからね、押しにくいけど、でも引けてる、ちゃんと血管の中に入ってる、押し抜けた、はい、はい、じゃあもう、はい、外し、はい、
はい、そこまで片手だからね。はい、はい、そうだね、そうじゃないと押さえるスピッツに入れたものとします、はい、そして対決と一緒で、じゃあ今から点滴しますよ、撤退しますねって言ってこう縛ります。これぐらいに OK です。これ出していいの？いいです。すごい。